南新宮社は、愛知県名古屋市厚田区にある神社である。厚田神宮の境内拙者の一つ、祭神として、須佐能の村を祀る。近世以前は、須佐能の村と集合し、駅神とされた、五頭天皇を祀る神社として知られていた。祇園神社の感情と言われるが、俗称として、天皇者とも呼び名表されていたこと、神事に神足流しとの類似点が見られることからも、 同じ終わり国の海部軍に座する津島神社の感情と、する可能性が高い。なお、本事物は、薬師如来とされる。創建年は千年とも千二十三年とも伝わる。十世紀末から十一世紀初頭にかけての一条、天皇在位時、全国では、薬病の深刻な蔓延が見られ、京では千一年六月三日に、紫のデゴ霊会が催されたといい。 当社の創建もその動きに連動したものとみられる。ただし、平安、鎌倉時代の南新宮社の様子はほとんど伝わっておらず、1291年に社殿改造がなされたこと、1431年の森スクネ宗政譲り上に南新宮が見えることなどが断片的に知られるのみである。津田正夫は、試験として南新宮社は少なくとも、 室町時代中ほどまでは存在せず、その社地には元来孫若美子神社が座していたのではないかとする。応仁の乱から1477年の戦火によって、後輩、後年に後頭天皇への信仰が扱った織田氏によって同地に信仰されたのが南新宮社であるという。古くより現在に至るまで一貫して、厚田社の節紙としてありながら、他方で疫神を祭り、 厚田における庶民的な擬音信仰あるいは、津島信仰の一翼を担い、厚田町屋の氏神としての側面も持つ、南新宮社は、尾張氏の素廟であり、皇室との関連も深い厚田社やその御子神社とは、成り立ちも趣もいにしている。中世から400年余り続いた、大戦車学祭や、現在の厚田祭りが、本来的には、 厚田社ではなく南新宮社の霊祭を基礎にしたものであること、かつて厚田神宮の新域を含めて広い地域を行った新宮坂町が南新宮社を中心にした地名であることからも厚田町民にとっては日常生活においては遥かな雲井の存在であった厚田社ではなく南新宮社こそより密着感のある神社であった。しかしながら 日本第三の鎮守とされるほどの高い格式を帯びた、厚田社の拙者の一つに、このような俗名た神社が付していたことは、一方では、ややうろんな印象を伴うものであったようで、江戸時代前期、上京年間の厚田社伝来修復に際し、修復計画の吟味を行った、自社奉行、坂井正志教がとりわけ南新宮社のありように不信を感じたとする記録がある。 堺の威圧的な指紋を前に大宮児、千秋記名以下創建業馬場中主や、宿主、田島中良いらがすっかり臆して、要領を得た受け答えができず、堺も苛立ちをあらわにしていたところ、諸子大部であった長岡ためマロがこのことは、厚他者における、格別の神秘であると言ってのけ、ようやくその場をしのいだという。この時長岡が語ったという、 神秘の内容についてはつまびらかでないが、古伝によれば、神秘とは当社には元より身体が存在せず、空座とされる点にあるという。理由として、古来より、この場所は日々立ち上る太陽を遥か拝するところで、あって、身体も、いわゆる天日そのものであるからとする説もあれば、毎年6月5日の祭礼において、厚田社から、アマテラス大臣、スタノーノのニザ、 八つ神社から五南三女神の八座を勘定するための理屈としての役割を持つ祭司であったからとする説もある。社内のみでひめやかに伝わる、こうした伝承は、しかしながら、ここを五津天皇の見合いとして尊んでいた一般の認識とは、かけ離れたものであった。自社奉行の指紋に際して、大宮寺までが回答に急し 神秘を持ち出してしか説明付けがなされなかったことは、当時の厚田社の辞席は、諸説紛糾して定まらず、古伝との相違も甚だしいものがあり、社内においてさえ混乱をきたしていたことを示唆している。そのためか、江戸時代の半ば頃より、由緒も定かでない神秘的なものやご図天皇信仰のような神仏根拠を甚だしいものを俗的として、排斥しようとする動きが国学者や、 神道家たちによって見られるが、当社については、国学者、天野沙高が、一般には、小津天皇として尊ばれるが神谷はこれを、津佐のおの村とみなしているといい、まず一般人と神職者の認識の違いを指摘する。そして、水下神道の影響下にあった、厚田社人大原美女らは、厚田社と当社を、教学上において関連づけようと試み、当社の祭人が、 本宮に座す天照大臣、スサノーノ村の二神であることを、怨霊古行説から解いている。祖民将来伝承により、疫神とみなされるスサノーノ村について、例えば、八坂神社における串稲田姫命のちの合祀は、妻であった姫命のの存在によって、御事の改まを和ませるという積極的な抑制として見ることができる。一方、南新宮社において、 陰徳の性質を帯びかなけ殺伐とした性格を持つ、スサノオノソンと並び配されるのは、同服ながら太陽になぞらえられ陽徳の性質を帯びたアマテラス大臣とされる。すなわち、影に対応する日の存在であり、抑制としてではなく、要因の循環とバランスを図るための配置である。薬病の流行は陰気から生ずるものであるが、そもそもその原因は陰気自身になく、 陰陽の運行が不順に陥ることにこそあるという。実際に薬病が流行るか流行らないかは二神の真意に委ねながらも、陰陽という自然の調和がなされることをこそまずは、尊ぶべきである、とするのが、大原らの主張となっている。しかしながら、明治初年の大上官たちにより、後頭天皇信仰が否定されたことを受け、厚田神宮宮司、角田忠之は、当社の由一書を、 厚田社からの感情、すなわち、本旧正殿に、第二神としてあるスサノオノ村の感情であるとした。これが、以後の厚田神宮の公式見解となり、民間からの発露という創建の経緯も、大原らによってなされた主張も否定されることになる。南神宮社という社名のうち、南は厚田社本宮から見た方角を指すとも、北方にあってやはり、 すさのおの村を祀った二名神宮社あるいは神宮社に対応した干渉であるとも言われる。厚田神宮本宮は1893年に旧来の位置から北西へ100メートルほど移動しており、移動前の本宮から見た南神宮社はより真南に近い方角にあった。南神宮社の方は創建より一貫して現在地にあったと見られ、現在の厚田神宮境内の中では、 南東付近に位置し、南門駐車場からは、南鳥居の東より伸びる、旧山道を北上した右手に西面して立地する。車地面積は275坪、北隣には、厚田神宮境内抹茶である、ヤコ社と、蘇師重と社の少子をそれぞれ配する。もともと南神宮社は長らく、境外接社であり、土塀と水堀に囲まれた厚田写真域にではなく、 その南に広く区画された門前町の一角に位置していた。南新宮社の南辺から東に伸びる坂一帯から発展した新宮坂町の名の由来ともなっている。現在、厚田神宮の境内にあるのは、当社が移動したからではなく、明治時代初頭の本宮エリア、八連木宮エリアの統合並びに1920年代の新域拡張整理事業により、 境内の方が広がったためである。厚田大神宮社伝書上頃によれば、近世初島の南新宮社は35件の意味書きに囲まれ、八尺の鳥居を要する境内を持ち、本殿の前面に釣りの拝殿を備えていたようである。終わり名所図や厚田本宮及び、節末社の図からは、近世末期においても、その社姿や配置にほとんど変化がないことが見て取れる。 現在に残る社殿は本殿のみで、社姿は霧妻や寝たいらいりの一軒社流れ作り、手中の上に渡された船ひじき、蓮さとの日差しを持つほか、妻側では荒涼の上にバチタバが置かれたものである。厚田社では、食法時代から江戸時代初頭にかけて、終わ国にゆかりの深い武将らに、再興や改修が、拙者も含めて、たびたび行われているが、 南新宮社でも1598年7月22日に豊臣秀吉を大接種とした造営の記録がある。その後の厚田社では1686年に江戸幕府による1700年に尾張藩による100を越す社殿や道儀の大規模な造営、重立てがなされているが1893年の大造営では本宮をはじめとした社殿や説末社の多くが 神明作りに改築され、なお旧体を残していた、海城門や鎮魂門も1945年の名古屋空襲によって怪人に返した結果、厚田神宮境内の社殿のうちで2018年現在に残る歴史的建造物は、この南神宮社本殿のみとなっている。二塗り、白壁の社姿を持つのも厚田神宮の中では、当社のみであり、 近年では1992年に屋根の吹き替え及び丹の塗り替えが行われている。厚田神宮の境内抹車で、南神宮社の正面左手に西面してある、少子である。祭人として、いつ三女神を祀る。かつては、本宮、八儀宮、拙者高座ケツ子神社、南神宮社、拙者鈴の御前社に、それぞれの拙者として五社の屋御社が存在した。 このうち、本宮と郝酒摘子神社にあった二拙者は、近世の半ばに、すでに廃絶していたようである。八劣宮の拙者であった、八五社は、八劣宮と同時期に創建されたという古い遺書を持つ祭祀であったが、1893年に、ャト通ル社に合祀されている。鈴の御前社の拙者としては古く富士社、白山社、八五社が知られたが、 このうち白山社と富士社はそれぞれ白山、富士山のはるか廃所として、石井静江の実が伝わっていたとも言われる一方、明治期にあっても末社が一つ存在していたとあり、これが野後社であるとも考えられるが、真偽のほどは判じがたい。いずれにしても、現在の野後社は、南新宮社の傍らに残る一ほこらのみとなっている。厚田神宮の境内末社で、 南新宮社の正面左手に南面してある、正子である。創建は、後一条天皇在位年間から1036年と言われ、祭人としていい、重と大臣を祀る。社名である、祖師森の語位は、不祥とされるが、一説には白木にあった地名と言われ、日本書紀には、高間ヶ原から築下された須佐のおの村が、白木国の菱川根茂里に降臨したとする記述が、 ある。画学の一曲として知られる、蘇島都市は、白木にあった須佐野尾の村が風とみ濃を身にまといながら、栄治高部であったとも伝わる。津島神社の境内拙者巨守社の感情とも言われ、そのゆえんか、当社も、近世までは、巨手者、巨守社と呼ばれ、後頭天皇を祀るとされていた。古くは、旧暦6月5日に、現在では、 新歴の同月同日に執行される夏の薬病予けとして知られる特殊神事である。前日4日のうちに2尺5寸の和紙20本を縄で5箇所でくくりまとめたものを二束作って、社殿内に収め、4尺8寸の和紙18本を縄で3箇所でくくりまとめたものを二束作って社殿前の階段の左右に立てかけて、 ささぐ食し四尺のお足十八本を縄で三箇所で、くくりまとめたものを十二束作って、社殿脇の渦に立てかけて、ささぐ飾りする。二束を社殿に収める際、昨年収めた古い束を取り出して交換する儀式を、お足迎えという。翌日は午後三時から祭典がネギラによって催され、その終了後に一人の新職が、当社に出向き、 昨年のお足と捧ぐ食されていたお足とお池に、流客して、すべての祭儀が終了する。なお、祭儀に用いられるお足は、かつては、前日4日の午前9時に新職と白針が、境外拙者、青襖神社に赴き、宇じ子によって用意されていたものを授受,受することを、例としていたが、2018年現在では見られない。毎年6月5日に催され、 厚田神宮の最重要な例祭であるとともに、名古屋地域で最も早い夏のイベントともなっている。厚田祭りは、本来は、南神宮社の祭礼から発展したものである。長州府市によると、南神宮社は、祭礼として、お足祭りやご礼会などをなすといい、前者が現在に続く南神宮社祭として残り、後者がやがて、天皇祭として発展し、 かつては6月21日に執行されていた神宮の霊祭が1949年に南神宮社祭の日に合わせるようになり、現在の熱田祭りの形が作られた。古くは天皇祭、祇園祭、大仙祭と称し、現在でも熱田祭りの異名として、勝負祭という名で残る南神宮社の祭礼の起源は古く1790年の書舎として残る。 八家村祭礼の里氏によれば、南新宮社の創建年代に近い観光年間に蔓延した薬病に対し、近在の住民が旗誇を供して、液心を祀ったところ静まったことに始まるという。文明年間には、厚田里の佐橋兵部という人物が当社の祭式を定めており、この時に始まった大戦者学祭が、その後400年余り続くことになる。 終わり名所図絵に描かれた田中町大山。天皇祭に出される出しには、大山と車楽があり、厚田八家村のうち、田中町と大瀬小町が、毎年交代で大山を、天馬町、中瀬町、市場町、神戸町、東、脇村、須賀町が年番で、車楽を出すことになっていた。このうち田中町の大山は高さ12軒の七段構造を、 なしその上にさらに、矢後と山で剪定された、高さ5軒の大松が建てられた巨大なもので、頂上部では、からくり人形による芸能が披露された。車額は2階作りの屋根状に、館が乗っており、千五前が披露されたという。これらの出車は、各町内から引き出されて、南新宮社へと向かい、神前で林を奉納した後、さらに北上して、 厚田社の下馬橋に至ったところで退散が解体されるという手順を踏んでいた。これは、1582年の祭礼の際、出汁がこの場所まで来た時に、本能寺の変の一報が届いたためにその場で退散が取り壊されたという古事が、そのまま習わしになったためという。衆議として、大宮寺からは出仕ごとに立ちが送られ、士官からは上絵が与えられた。 終わり名所図への南新宮祭大戦車落からは巨大な大山の豪勢さとそれを引き回す輸送さと熱気が伝わってくるようである。しかし明治時代に至って道路に電線が渡ると出汁の栄光が不可能となり1893年を最後に出汁の栄光は取りやめとなってしまう。各町の出汁はそれぞれの山車庫に収蔵されていたが太平洋戦争による戦災で 田中、天馬、四条神戸、東脇、須賀の山車湖が消失、残った大瀬小町の大戦は、戦後の山車湖解体に伴い、庫内の所蔵品と共に、厚田神宮に奉納されている。脱の栄光に変わるものとして、1906年からは、尾張津島天皇祭における宵い祭りに習った、薪原船が、厚田浜に浮かべられるようになり、1973年まで、 続けられた。現在では365個の提灯を厚田神宮東門、西門、南門に5基の薪原として灯すという姿になっている。ありがとうございます。